パイオニア DJ は、神奈川県横浜市西区に本社を置く、農立後期グループの日本の大手 DJ 機器メーカー、アルファセタ株式会社が展開する DJ 機器、業務用音響機器、音楽制作機器の設計、製造、販売及び DJ 機器関連サービスに関する事業。及び、同社の2019年12月31日までの、社名、パイオニア DJ 株式会社。 2015年3月にパイオニア株式会社から事業分離し発足。中核になる DJ、クラブ機器事業を中心に業務用音響事業、音楽制作事業、関連サービス事業を展開している。DJ、クラブ機器は業界スタンダードとなっている DJ プレイヤーや DJ ミキサーをはじめとしたラインナップを展開している。DJ プレイヤーでは DJ の扱うメディアをアナログレコードから CD、データメディアに移行させるなど DJ スタイルを革新してきた。またフルデジタルミキサーや DJ 用エフェクター、パッド付きの DJ コントローラーなど先進的な商品を生み出し業界をリードしている。楽曲制作事業ではグラミー賞受賞のデーブ・スミス氏との協業によるトイズ TSP-16 を発売。 2017年にはアナログモノフォニックシンセサイザー AS-1 を発売しその音質の良さで大きな話題となる。業務用音響機器事業では米国原リりストアートオーディオとの協業によりクラブに特化したフロアスピーカーを展開している。2013年より関連サービス事業として世界中のクラブ、DJ、クラバーを ネットワークでつなげる空母システムを展開している。2013年、大型クラブ用スピーカー GS、ウェーブシリーズ、PA、モニタースピーカー XY シリーズを導入。ハリウッドのサウンド、ベルギーのカフェでアンベルス、英国ファブリック等の著名クラブにも GS ウェーブ、XY シリーズの設置が進んでいる。 h t t p p i o n e r p r o a u d i o c o m j s s o u n d c a s e e s t u d i e s i n d e x h t m l 2 0 1 6年パワーソフトシャトの協業によるパイオニア d j 初のパワードスピーカー XPRS シリーズを発表した DJ パフォーマンスと 楽曲制作を同一機器で実現するリミックスステーション RMX シリーズやスタジオモニターの RM、HRM シリーズを展開している。2016年4月にはシンセサイザー会の中鎮、米国のデイブスミス氏との協業によるトーイズ SP-16 を発表。ありがとうございます。